平成25年11月30日土曜日、いなべ運動公園体育館で、いなべ市青少年育成市民会議主催の第11回チャレンジスポーツ in いなべが開催されました。これは遊びを通して気持ちよく体を動かし、親子や友達との触れ合う場所を提供しようと毎年行われています。準備されたゲームは、引っ掛けるポイントを見つけるのがコツの釣りっこゲームや輪投げ、そしてチャレンジゴルフやバスケットビンゴなど誰でも簡単に遊べるゲーム合わせて8種目。訪れた子どもたちはスタッフから遊び方を教わりながら時間を忘れてのびのびと楽しんでいました。保護者の一人は、ここに来ると知っている子にも会えるし、いろんな遊びを楽しみながら競争できるので、子どもが毎年楽しみにしていますと話していました。そしてこの日、多くの子どもたちの笑顔がはじけたのが、柔らかい素材のディスクを使ってドッジボールのルールで遊ぶニュースポーツ、ドッジビーです。子どもたちは投げ方を工夫しながら、チームの仲間と息を合わせてコートを走り回り、楽しんでいました。関係者は、この行事を楽しみにしている子どもたちのためにも、スタッフみんなで力を合わせて、ぜひこれからも続けていきたいですと話していました。ここで皆さんにお知らせです。いなべ市青少年育成市民会議いなべ支部いなべ町育成会では、各種ゲームを有効活用するため、市内の子ども会や老人会などの団体へゲームの貸し出しを行っています。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。